切な恩師である高校時代の小林先生とのお写真が映し出されています。あなたの贈呈です。長い競技生活本当にお疲れ様でした。本当に楽しくて苦しくてで過酷で、でもすごい充実した素晴らしい時間を過ごさせてもらったこと、そして、ここに来るまでの過程で多くの素晴らしい方々に出会うことができたこと、心から感謝しています。本当にありがとう。そしてこれからも今までと変わらず応援しています。お疲れ様でした。そしてこれまで応援してくださった皆さん、本当に本当にありがとうございました。体操を始めて、30年、競技歴30年、まあ辛いことしかなかったなと。ですが、こうしてここにいる日本代表の仲間たちや、まあ、自分自身で、勝ち取ってきた、結果、そして技がこう習得した時の喜びっていうのが、それをその辛さっていうのを凌駕していきました。もうそれを知ってしまうとやっぱりずっと体操をやっていたいなっていうふうに思っていたんですけど、まあ、昨年オリンピック世界選手権、まあ、そして今日も最後の最後鉄棒そんな良くなかったし、これが潮時かなっていう気がして、昨年の世界選手権の後に引退を決断しました。まあ、最後結構泣かれている方もいらっしゃいましたけど、僕としては、ここで終わりというよりかは新しい一歩を踏み出すっていう意味で、すごく前を向いています。ですので、これからも体操っていう競技は、進化していきますし、日本の体操としても前に進んでいかなければいけない。そうなった時に僕が経験してきたこと、そしてまだまだ体を動かせるので僕にしかできない技術の追い求め方っていうのを、後輩たちやいろんな方々に伝えていって、そしてまあこういったイベントだったりっていうのを、中心にやっていきながら体操の普及とより深い技術の向上、そして 後輩たちへの僕の経験の伝承というのをやっていければいいなと思っています。ここまで体操を続けさせてくれた、体で産んでくれた両親にはすごく感謝をしています。この場を借りて感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございます。この会にお願いをして出演してくれた、リオオリンピック、東京オリンピック代表の選手、そしてスタッフの皆さん、本当に、僕のことを、まあ、引き立ててくれて本当にありがとうございました。そして会場に来ている皆さん、こんなに本当にたくさんの方々が来てくれるとは思っていなかったので、まあ、本当に僕は幸せだなと、幸せな体操人生を歩ませていただいたなというふうに思っています。まあ、僕の体操人生は多分ここでは絶対終わらないので、まあ、今後も、まあ、こうして表に出る機会はあると思うので、また競技者としてではなく、まあ、またなんかこう新しく一人の人間内村航平として応援していただけたら嬉しいなと思います。ですので、今後も変わらず、応援してください。よろしくお願いします。ありがとうございました。お席を立ち上がったり席を移動したりすることは絶対にないようにしてください。